どういったものであるのか、特にその途中ですが、その松野官房長官が入ってきました。まもなく記者会見です。お願いいたします。北朝鮮は本日7時22分ごろ、北朝鮮内陸部から弾道ミサイル1発を東方向に発射しました。詳細については分析中ですが、当該弾道ミサイルは我が国の東北地方上空を通過した後、7時44分ごろ太平洋上の我が国排他的経済水域外に落下したものと推定されます。また付近を航行する航空機や船舶への情報提供を行ったところ、現時点において被害報告等の情報は確認されていません。総理には本件について直ちに報告を行い、まず発射直後には情報収集分析に全力を挙げ、国民に対して迅速的確な情報提供を行うこと、航空機船舶等の安全確認を徹底すること、不測の事態に備え万全の体制を取ること、または上空通過後には我が国上空を通過する形での通過させる形での弾道ミサイル発射は我が国の国民の生命財産に重大な影響を及ぼし得る行為であることを踏まえ、ミサイルが通過したと判断される地域に重点を置き、落下物等による被害がないか速やかに確認すること、北朝鮮の今後の動向を含め引き続き情報収集分析を徹底すること、米国や韓国等関係諸国と連携し引き続き必要な対応を適時適切に行うこととの指示がありました。また政府においては官邸危機管理センターに設置している北朝鮮情勢に関する官邸対策室において情報を集約するとともに、速やかに J アラートや M ネットを活用して国民への情報発信を行いました。また緊急参集チームを招集し対応について協議を行いました。これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射も含め、一連の北朝鮮の行動は我が国地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであり、我が国を含む国際社会全体にとっての深刻な挑戦です。またこのような弾道ミサイル発射は関連する安保理決議に違反するものです。特に我が国上空は失礼しました、我が国上空を通過させる形での弾道ミサイル発射は航空機や船舶はもとより上空を弾道ミサイルが通過したと判断される地域の住民の安全確保の観点からも極めて問題のある行為です。我が国としては北朝鮮に対して厳重に抗議し最も強い表現で非難しました。政府としては国連安保理の場を含め米国韓国をはじめ国際社会と緊密に連携して対応するとともに、国民の生命財産を守り抜くため引き続き情報の収集分析及び警戒監視に全力を挙げてまいります。また今後追加して公表すべき情報を入手した場合には速やかに発表することとしたいと考えております。松野官房長官の記者会見でした。北朝鮮にミサイルの取って途中ですが、岸田総理大臣の発言です。はい、先ほど、北朝鮮が弾道ミサイルを発射し我が国上空を通過し太平洋上に落下したとみられます。最近の度重なる弾道ミサイルの発射に続く暴挙であり強く非難をいたします。私の方からはこの事態を受けて落下物等による被害がないかの確認、そして情報収集分析の徹底、
関係国との連携、こうしたものを指示したところであります。この後直ちに国家安全保障会議 NSC 開催し、情報の集約分析に努めたいと思っています。以上です。はい、はい、いずれにせよ情報状況、しっかり確認した上で、分析した上で、それに対する評価判断していかなければならないと思っています。岸田総理大臣が記者団の取材に応じました。韓国軍の合同参謀本部は北朝鮮が今朝7